こんにちは、コッコです。本日は手打ちほうとうと発酵料理の店元祖へっころ谷さんへ行ってみます。小田急江ノ島線陸奥日大前です。東口を降ります。まずは藤沢街道を目指します。陸奥日大前駅入り口の信号機を右折します。藤沢街道をしばらくまっすぐ歩いていきます。右手に紳士服の青木が見えたら、左手にへっころ谷が見えてきます。駅からだと徒歩10分ほどです。到着しました。お店の裏手に10台ほど止められる駐車場があります。では正面に回って早速入ってみましょう。へっころ谷とは山奥の辺鄙な場所、そんな意味合いで付けられた造語とのこと。お店には正面からも裏手からも入れます。木を多く使った温かな雰囲気の店内。へっころ谷さんでは自家菜園の旬の野菜や近隣の農畜産農家の新鮮産品、天然発酵食品を使っています。完全ビーガンの方への対応もバッチリです。ほうとう一番人気のメニューはこちらの豆乳担々ほうとうです。自家製の酵素ジュース気になるな。 100% のぶどうとりんごジュースも飲みたい。新宝園の白と黒にへっころ谷オリジナルの浅摘み入り山椒七味唐辛子。こちらの素流水は500ミリのペットボトルでお持ち帰りもできますよ。ほうとうは手打ちのため毎日水分塩分の加減が違います。このオリジナルの除菌スプレーを使うと手がツルツルに。いわき山のリンゴジュースです。この細いストローは塩爆の茎なんです。細いのでスイスイと飲む感じではないけど、環境にとても優しい。へっころ谷の0円メニューです。店主と記念撮影。あ、うちわは確かに必要。食べてると体が熱くなってくるので。ほうとう一番人気の豆乳担々です。初回はこれを食べようと決めていました。きんぴらとお漬物、玉ねぎに大きなじゃがいもにかぼちゃ、人参。スープを一口飲んだら優しくてキュンとした。太いほうとう、食べても食べても具がたっぷり。自家製のラー油を少し足してみます。さほど辛くはないけど、体はポッポと熱くなります。七色ベジタリアンランチ。ご飯はもっちりの雑穀ご飯です。ミニほうとうとはいえ具沢山でボリューム満点。だしが深みがあって美味しいこと。これは精進牡蠣フライ。とろっとした海苔が入っていて磯の香りが広がります。とろろには細かく刻んだ野菜が隠れています。車麩の味噌カツ。麩はもちっとして食べ応えあります。ランチセットのおまけの豆乳アイス。純粋豆乳は濃ゆかったです。ハッコバースデー、トゥーユー。せーの、ハッコバースデー、トゥーユー。ありがとうございます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 。へっころ谷さんは素顔の笑顔で迎えてくれます。店主さんは去年の6月に思ったそうです。世間一般の正しさって
疑問を解消すべくたくさん調べて、そしてへっころ谷としての営業方針を決めたそう。お客さんの笑顔と健康と幸せを大切にしたい。世間的に恐れられているものを排除ではなく共生、共に生きる道を選ぶのだと。そんな天使さんの考え方と決意に感銘を受けました。考え方の近い人たちの集まる場所って居心地がいい。そういうことなんです。人それぞれ違うんです。あー、オアシスだったな。浅摘み入り山椒七味唐辛子、豆乳タンタン真似して作ってみようかな。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。